この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は電気二重層コンデンサーを解説します。この電気二重層コンデンサ EDLC と呼びます。 で今日はこの EDLC について割と詳しめにその構造であったり使われている材料あとは製造工程について解説しますでですね実際にパワーポイントのスライドを使って説明しようと思うんですけどもその前にですねその構造がどうなっているかっていうのを分解してですねざっくり解説しますここに置いてある青色のやつが電気二重層コンデンサ EDLC です こちらはですね比較のために電解コンデンサーを用意しました EDLC なんですけどもこちらにスペックが書いてあります定格電圧が 2.7V そして静電容量が 400F です EDLC はですね基本的に定格電圧は低めです、まあ、よくあるのが 2.7V ですねでその代わりに静電容量はかなり大きくなっていますこの場合ですと 400F ですで比較のための電解コンデンサなんですけどもこちら見てください定格電圧は 400V と電解コンデンサの定格にもよりますけども比較的高い電圧を持たせることが可能です 静電容量は4,700マイクロファラドとなっているので、この EDLC と比べるとですね、10のマイナス6乗くらい、桁が小さくなっているわけです。で、このようにですね、EDLC は電圧は低いけども静電容量が大きいですので、補助電源的な役割で使われることが多いです。 でそれぞれのコンデンサーがですね、持ってるエネルギーについても、ここで簡単に比較します。こちらの EDLC2.7V400F なので、蓄えられるエネルギーは 1458J になります。一方で、こちらの電解コンデンサーについては 376J です。見てわかる通り、EDLC は電解コンデンサーと比べると、より多くのエネルギーを蓄えられる、そういった特徴があります。これもですね、後でスライドを使って詳しく説明します。 スライドを使って説明する前にざっと分解して中身がどうなっているかを確認します中身の構造を理解してもらうためにざっくりと分解しましたこれはですね外のラベルですね静電容量とか書いてあるやつですこれがですね本体ですねこの円筒状のアルミのケースがあるんですけどもその中に電気二重層コンデンサ EDLC の素子が入っています このアルミケースの上の部分には内圧が高まった時にその圧力を逃がすための切り込みが入れてあります圧力が高まった時にここがですね破れるような仕様になっていますこの素子から足が2本生えていますがまそれがですねまそれぞれプラスマイナスですここにゴムのブッシュがついていますけどもこれはですね容器に入れた時に外から完全に密閉するためのゴムブッシュですここでかしめます このゴムブッシュはこんな感じで穴が開いていて取れるようになっています。これが EDLC の素子です。円筒状にぐるぐる巻かれています。そのぐるぐる巻いたのがほどけないように上の部分でですね、テープで留めてあります。この白いものが巻いてありますが、これはセパレーターと言います。このセパレーターの材質としては紙に近いような繊維状のものでできています。 でこのセパレーターをですねどんどんと広げていきますえそうしますと黒いですねものが見えましたこれがですね電極ですねこういうふうに結構かなり長めにですね巻いてありますこのセパレーターをですねちょっと取ってしまうんですけどもこのセパレーターの下にですね黒い帯状のものが、まあ、それぞれ2枚ありますけどもこれがですね電極ですねそれがですね接触しないようにセパレーターがそれぞれについています セパレーター電極セパレーター電極といった感じですこれが電極だけを取り出したものですねちょっと長かったのでカットしました EDLC から足がですねそれぞれ2本生えていたと思いますが足がついていますねこの足の部分はかしめ付けされていますこの電極は黒いんですけどもそれはですね活性炭の色ですね でこの帯なんですけども帯自体はアルミでできていますでそれがですね集電材料ですねでそのアルミでできた終電材料の上に活性炭を薄く塗ることで電極を構成していますこの活性炭なんですけども結構デリケートに塗られていてですねこういう風にこすると活性炭がですねボロボロ剥がれてきてでそしてアルミのですね巣が見えてきますですので巻く時はですねそこまで半径を小さくして巻くことはできません こんな感じでアルミが見えてしまっていますであともう一つだけ説明しなきゃいけないことがあるんですけどもこのセパレーターにですね電解液が染み込んでいました、まあ、元々電解液の量が少なくて今乾いてしまったんですけどもこのセパレーターが少し湿った状態になっていましたので電解液も入っていますですのでこのゴムブッシュを使って外から完全に密閉すると 何か使い方が間違ったり故障してしまった場合に内圧が高まることがあるんですけどもそういった場合にはここに圧力弁がついていますので圧力が高まってここを破裂させて圧力を逃がすとまそういったことをやります。というわけで EDLC の大まかな構造というのは分かったわけなんですけどももうちょっと詳しく説明したいんですよね。ということでですね EDLC についてのスライドを25枚くらい作ったのでそれを使って説明します。 ま,あまずキャパシタがどんな種類があるかっていうのから始めたいんですけども、キャパシタっていうふうにまあ大きく分類できると。このキャパシタなんですけども、日本語だとコンデンサーって呼ぶことも多いです。ですけども、この動画ではキャパシタで統一しようかと思います。電解コンデンサとか、ちょっとコンデンサーって呼びます。でですね、キャパシタがあって、固定キャパシタと可変キャパシタがあると。これはバリコンとか呼ばれていて、 平行平板をですね動かすことによって容量を変えるものですで固定キャパシタの方ですねで固定キャパシタにはいろいろ種類があって有極性のキャパシタと無極性のキャパシタでこの無極性のキャパシタにはセラミックキャパシタであったりあとはフィルムキャパシタなんてのがありますねこのセラミックキャパシタは MLCC とかそういったものがですね電子回路の基板によく使われていますでフィルムキャパシタはですねパワーエレクトロニクス機器の あの直流電圧の平滑のところとか、まあ、そういったところでよく使われますでそして有極性のキャパシタですねいろいろ種類はありますけども、まあ、大体3つくらいに分類できると、まあ、スーパーキャパシタアルミ電解コンデンサこれよく使うやつですねでそしてタンタルコンデンサー、まあ、タンタルコンデンサは最近あまりよく使われなくなったんですけども、まあ、オーディオ関連とか補聴器とかそういったところで使うくらいでしょうか でこのスーパーキャパシタって書いてあるんですけどもえその中にですね電気二重層キャパシタ EDLC があります、まあ、なんでスーパーキャパシタっていうかなんですけども通常のキャパシタと比べてですね、まあ、100倍から1000倍くらいの大きな静電容量がある、まあ、そういったものをですねスーパーキャパシタと呼んだりしますでその中に電気二重層キャパシタ EDLC があると、まあ、大きく分類するとこんな感じです で次に、ね、EDLC の特徴なんですけども、まあ、大電流で充放電可能アルミ電解コンデンサーと比べてエネルギー密度は高い、まあ、パワー密度は低いとで次に比較的安全、まあ、短絡しても壊れないって書いてあるんですけども満充電した状態で,です、ね、この端子を短絡してもまあ基本的には壊れません、まあ、ただ寿命は縮みます まあですけどもそういったですね短絡しても壊れないというのはこれはですねまあ大きな特徴かと思います次に完全放電しても OK なんですけどもリチウムイオンバッテリーとかまあそういった二次電池と違ってただ電荷をためているだけなので完全に放電しても壊れたりはしません完全放電 OK ですで次に重放電サイクルがまあ10の6乗回のオーダーくらいを持っていると。 非常にですね、まあ、繰り返し何回も何回も使える、まあ、そういったものになります。これが EDLC の特徴ですで。次なんですけども、セルの電圧は低いです。これは特徴というよりかはちょっと弱いポイントですね。先ほどからまあ見ていただいた通り、定格電圧がですね、大体 2.5V から 3V の間です。まあ、電解コンデンサーとか、定格電圧 400V とか、まあ、そういったのも取れるんですけども、まあ、EDLC の場合はちょっと低いと。 でリチウムイオン電池の場合は 4.2V くらいなのでまあ比較的高い電圧がありますね、はい、で次はキャパシタの構造ですこれはですねよく教科書とかに載っているキャパシタの一般的なキャパシタの構造ですねでここに金属製の平行平板が2枚向き合わさっているとでその間に有電体、まあ、絶縁体が挟まっている構造ですでこの有電体なんですけども まあ何かセラミックであったりこれは MLCC の場合ですねあとは空気とかを使っている場合もありますでこれがキャパシタの静電容量ですね単位はファラと静電容量はこの電極の面積に比例して電極間の距離にですね反比例しますでそしてこの間に挟まっている有電体の有電率に比例するとまつまり電極の面積が大きければ大きいほど そしてこの電極間の距離が短ければ短いほど静電容量は大きくなりますつまりより多くの電荷をこのキャパシタタにためられるわけですちなみにこのキャパシタはどうやって動作するのかちょっとアニメーションをね作ってきましたこのスイッチを閉じるとでスイッチを閉じるとどうなるのかこの動体中のですね自由電子が移動を始めますこんな感じですね見えましたか もう一度いきますえスイッチを閉じると自由電子が流れるとでこの電流は一瞬だけしか流れませんこの電流が流れた後は上の電極は電気的にはプラスで下の電極は電気的にはマイナスの状態ですでこれは成功が多くてで下の電極は電子が多いとそういった状態ですねでこれはキャパシタが充電されている状態ですでこの充電された後にですね 電源を取ったとしてもこの充電後の電荷は維持されますまあ空論力でこのプラスマイナスで引き合うまあそういった考え方ですこれがですねキャパシタの構造のよくある説明ですですけども先ほどですねこのキャパシタを見てもらった通りですねあの中に有電体がどこにもなかったと思いますということでですね このよくある説明とは少し違うとこれを説明しますこれが電気二重層キャパシタの構造です先ほど見ていただいた通り円筒型の EDLC を分解しましたこのぐるぐる巻いてあるやつですねこの見解タイプとかまあそういった風にも呼びますこの黄色のやつがですねセパレーターこの黒いやつが電極ですねでセパレーターは何でできているか まあこういうふうに帯状のセパレーターがですねまあぐるぐると巻いてあるわけですけども基本的にはセルロースのまあ紙状のまあものでできていますそれ以外にはガラス繊維とかも使うんですが今回は紙系のセパレーターを使ったものでしたでこの部分をですねちょっと破いたものを拡大してみるんですけどこれ大きさが 5mm なんですけどもこういうふうにですね繊維状のケバケバですかそういったのがよくわかると思いますで次に電極ですね これも2枚使ってていいまますす電極はです、ね、活性炭でできていますこれがです、ね、先ほど見てもらった電極の終電材料と電極を重ねたものですね。でこの終電材料は何かというとです、ね、この銀色の部分ですね、これはアルミでできています。でそのアルミでできた終電材料の上に活性炭をです、ね、薄く塗ってあげると。 それがですね、この黒い帯状の電極と集電材料の合わさったものです。実際にですね、断面を見てみるとこういうふうになります。集電材料があったんですけども、そのですね、表面と裏面に活性炭を薄く塗ると、こういった構造です。実際ですね、先ほど分解してもらったものを見てみるとこういうふうに表面と裏面にですね、活性炭が塗ってあります。 こういうふうにして EDLC の素子が作られるわけですけどもここにですねさらに導電性の電解液これは水溶系と有機系のものがありますけどもそれをですね染み込ませますそしてその電解液を染み込ませた含振したこの素子をですねケースに密閉しますそれで EDLC が本体ができます ちなみに今回円筒型の EDLC の素子を分解しましたけどもそれ以外にもセパレーターと電極をですね交互に何回も重ねていったラミネート型っていうのもあります電極の構造はこういうふうになってるわけなんですけどもこの断面図だとちょっとしょぼいのでもう少しですね詳しく説明しますこれが電極の構造です上から順番に説明していきますかこれがですねこの 黒いゴツゴツしているものがあるんですけども、これが活性炭です。これがまあ電極のメインの材料になるわけですね。だいたい電極もですね、8割から9割くらいはこの活性炭でできています。で次にこのなんか黄色い紐みたいのがあるんですけども、これがバインダーと呼ばれるものです。まあ、接着剤ですね。この活性炭同士をくっつけたり、あとは活性炭と このアルミ箔があるんですけども、そこにくっつける接着剤の役割をします。このバインダーは材料の5%から10%くらいですね。で次に導電材。このごっつい黒の塊のすぐ近くに丸いですね、つぶつぶがあるかと思います。これが導電材料です。まあここに書いてある通りですね。まあ導電性を高めて内部抵抗を減らすと、パワー密度を上げて高速の充放電ができるようにする。 EDLC の特徴で大電流の重放電ができるっていうのがあるんですけども、それですね。この導電材も大体材料をですね5、5%から10%くらいを占めていると、そういったものですで。このですねえ3つをですね混ぜ合わせたものをですねこのエッチドアルミ箔っていうのに載せます。このエッチドアルミ箔は何かっていうと、エッチングされたアルミ箔ですね。このエッチドアルミ箔は終電材料ですね。 電電材材料料のの上に電極の材料を乗っけるとなんでエッチングするかなんですけどもここにですねあるようにエッチングしてですね表面を少し荒らすんですねでこれの何がいいかというと表面積を増やしたりあとはこの電極材料と終電材料の密着性を良くするそういった役割がありますちなみに裏表面ありますのでこのですね反対側もこういう風な電極の材料があります で次にですね、この活性炭はどうやって作っているのか活性炭はですね、まあ、原料がですね、ちょっと意外なんですけども、ヤシ殻を使っていたり、あとは石油系のちょっとドロドロとしたピッチっていうんですけど、まあ、そういったものを使っていたり、あとはまあ合成樹脂ですね。 まこの原料をです、ね、一度海外で炭化してでそして日本に運んでくるとでそのあとにです、ね、活性炭にするためにです、ねまあ、不活と呼ばれる工程がありますこれはです、ねまあ、ガス水蒸気とかそういったものですね二酸化炭素とかあとは薬品とかを使ってこの炭化されたです、ね 炭の,の表面にですねそのものすごく微細なんですねその穴みたいのを開けていくんですねまあそうすると活性炭になるとまあその活性炭になった後は洗浄乾燥粉砕粉々にして小さくするわけですまあちなみに活性炭のメーカーはクラレとかがありますねまあ活性炭についてはこんなところですえ次はですねようやく EDLC の動作原理の説明です 電気重曹って何っていう話ですね。これがですね、EDLC の構造ですね。ここに電源がありますけども、まだ電源はつないでいません。EDLC は左から順番に終電材料、これは先ほど言ったアルミですねで。あとは電極の材料、これは活性炭です。そして電解液があると。でそのですね こっちがプラス極とマイナス極なんですけどもそれを挟むようにしてセパレーターを置いているとでそして負極の方は活性炭とそしてまた終電材料があるとこれが EDLC の基本的な構造です、まあ、この電解液なんですけども、まあ、電気を通す電解液で,でその中にですねまあ正イオンと陰イ,イオンがある、まあ、イオンを持っている電解液なんですね すみませんちょっと書き直しましたここ正イオンじゃなくて陽イオンですねこの中に溶け込んでいる陽イオンと陰イ,イオンがあるんですけどもそれがですね電圧をかけるとこの活性炭に吸着されるんですねでそのイオンの吸着を利用したのが EDLC だとここへですねちょっとこのスイッチを入れて EDLC に電圧を加えてみますそうしますとこの電解液中に存在していたイオンがですねこのこのですね 寄ってくるんですね電極の方にこちらの正極の方はまあ成功が多くありますそうしますと電解液の中にある陰イ,イオンがこちらにですね寄ってきてでその吸着されるわけですねで一方でこの陰イ,イオンの方はどうかというとこれもですね負極の方にですねキューっていう感じで寄っていくと当然ですけどもそのセパレーターの間をですね通ったりしてイオンは移動します で,です、ね、電解液とこの活性炭の部分をちょっと拡大してみますこれが拡大したところですねここはですね、イ,ンイオンの層みたいのができるわけですね吸着されたイオンですで一方で,です、ね、このスイッチを入れた時に自由電子がです、ね、移動していきますのでその移動した自由電子というのもこちらに寄ってきてそういった層ができているわけですねこの陽イオンと陰イ,イオンの層がそれぞれ 非常に近い距離で近づいていると、これが電気二重層です。この電気二重層のこの厚みなんですけども、これはですね、ナノメートルオーダーになってます。非常に近くなっています。で今はですね、この負極側を拡大したんですけども、同じように正極側ですね、この部分を拡大しても同じようにこの正孔の層とあとは イ,ンイオンの層がですね、こういまあ層ができてて、コイも電気二重層ができていますで。この電気二重層なんですけども、先ほど説明したですね、キャパシタの構造のまあよくある説明のところと、実はですね、まあ、全く同じなわけですね。 プラススのの電電荷荷ととマイナスの電荷があるとつまりですねここの部分がキャパシタタになっているとキャパシタの静電容量の式をですねここにもう一度書いてみたんですけども表面積が大きいほど静電容量は大きくなる今回はですね活性炭を使っているわけですがその活性炭はですね拡大してみると非常に表面積が広いとですので静電容量はま大きくなる要素があると。 で一方でこのです、ね、電極間の距離なんですけどもえここの電気二重層はナノメートルオーダーですので非常にですね距離が短いと静電容量が大きくなる要素があるえつまりま何が言いたいかっていうと EDLC の静電容量は非常に大容量だとそういったことです実際の電気二重層キャパシタの構造はこうなっています ここの正極の部分と負極の部分にそれぞれキャパシタタがですねあるとここのですね端子を外から見るとですねキャパシタタが2つ直列接続になっていますで実際の透過回路はこうなっていますここはですねこの正極の静電容量そしてこれが負極の静電容量でその間にですね抵抗がありますこれはですねこのセパレーターと電解液の透過的な抵抗です 電電解液は電気を通しますここにあの絶縁抵抗っていうのがこのキャパシタと並列にありますけどもこれはですね、まあ、いわゆる自己放電とか、まあ、そういったものに関係してくるものですでそしてこの両端にですね抵抗がついていますけどもこれは活性炭の抵抗とあとは終電材料の抵抗ですで次はですね EDLC の耐圧が低すぎる問題耐圧 2.7V 静電容量400ファラットうわ私の体圧低すぎっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、確かに低いとこれはなぜかアルミの電解コンデンサーというのがあるんですけどもこれはですね、まあ、EDLC よりか静電容量は小さいんですけども、まあ、電圧が高いものですと 400V から 800V くらいの 体圧を持っているものものありますこれは何でここまで耐圧が高いのかっていうとこの電解コンデンサーを分解していくと陽極の部分がですねあの厚い酸化膜があるんですねでその酸化膜が絶縁体となっていますので抗、まあ、体圧化に貢献しているわけですでですねこの EDLC の構造をですね先ほどから何回も見てもらっていると思いますけども中に有電体はありませんでしかもですねこの EDLC に使われている電解液があるんですけどもそれがですね高電圧をかけると電解液が電気分解してしまうとこれがですねこの電解液なんですけども溶媒があってそこに溶質を溶かしていると。 この溶質がです、ね、イオン源になりますとで溶媒の種類なんですけども有機系と水溶液系っていうのがあります水溶液系はです、ね、水の電気分解の電圧が確か 1.2V くらいなんですねですのでそれよりですね大きい電圧を加えてしまうと、まあ、過電圧を考慮してもですね、まあ、電気分解してしまうわけですね 一方で有機系の溶媒というのもありますけどもこちらはですね少しまあ電気分解の電圧が高くてまあ大体 3V くらい PC 系と呼ばれるものと AN 系と呼ばれるですねちょっと難しいのであの飛ばしますけどもちなみにですねこのアセトニトリルと呼ばれる溶媒があるんですけどもこちらの方がですね特性はいいんですけどもガスがですね発生した時にちょっと体にですねあまりよくないガスが発生するので あまり使われることとはないとプロピレンカーボネート PC 系と呼ばれる溶媒はですねよく使われますちなみにですね水溶液系の溶媒を使ってしまうとですね特にですねこの酸を使った場合は終電材料を腐食させてしまうとですので水溶液系の場合はですねこの終電材料のところにアルミは使えません でちょっとですね次のスライドはですねおさらいの部分なんですけどもアルミ電解コンデンサーが何で抗体圧なのかそれをですね少しおさらいしますこれがですねよくあるアルミ電解コンデンサーの構造ですここが陽極そしてこちらが負極ですね陽極のですね表面に酸化アルミというのができますこれがですね正極の方ですねそして電解液セパレーターがあって そしてですねアルミでできてるんですけどもそちらにも酸化アルミがあるとこの正極の部分をちょっと拡大してみますまずですねこの正極はですねエッチングして表面積を拡大するとこのデコボコしている部分がそうですねこの部分をエッチングで削りますその後ですね化成処理といってですねアルミの表面に絶縁体酸化アルミを作ります この定格の電圧に耐えられるだけの厚さの酸化アルミを火星処理で作るとちなみにこの電解液はですね真の陰極と呼ばれていますがこれはなぜかこのアルミの部分が正極なんですけどもそこからですね電極をですね完全に密着させるってことはですねこの不極の部分をですね完全に密着させるっていうことが不可能なんですねですからこのように電解液をですね谷の部分によく浸透させると そうやってこの正極をですねまあ取り出してあげているわけですね電解液が真の陰極と呼ばれている理由です陰極の部分ですねこちらも拡大しますこちらの陰極の部分も基本的な構造は同じですただ火星処理はしませんアルミの表面に酸化膜ができるんですけどもそれは自然酸化膜といって空気中に置いておくと酸化膜ができるんですけどもそれを使っていますと ここに書いてある通りですね自然酸化膜ができると厚さは10オングストロームくらい1ナノメートルくらいですね耐圧は1ボルト程度しかないと電解コンデンサにですね逆電圧をかけてしまうと壊れる、まあ、そういったことがあるんですけども負極側は体圧が低いことが原因ですこの陽極箔より大きな静電容量っていうのがあるんですけどもこれはですね透過回路を作った時に分かります で外から見た時の静電容量は直列接続になるんですけども、どちらかの静電容量で決めたいわけですね。陽極の部分の静電容量で決めたいです。ですのでこの陰極の部分をですね、より エッチングの倍率を高くして表面積をですねものすごく広くするんですねそうしますとですねこちらの陰極の部分の静電容量は結果的に無視できて陽極の部分の静電容量だけで電解コンデンサーの停電容量の設計ができるようになります正極に有電体があることでアルミ電解コンデンデサーの耐圧は高くなるともう一度再掲しますけども EDLC は有電体がないと あ全部電圧がかかるわけですねでそうしますと、えー、中に使われている電解液に電圧がかかってま分解してしまうと EDLC の耐圧が低い理由です有電体がない電解液の分解電圧が低いここまで来てようやく製造工程の話ができると大きく分けて4つあります電極を作る、ね、素子を作る組み立て そして仕上げの工程ですでそれぞれの工程にですねさらに細かくあります以前動画でですね AIC テックっていうコンデン電解コンデンサーを作っているところにですね見学しに行ったんですけどもそことですね作り方はほとんど同じですねとを作る工程があるんですけどもえここからですね先はまほとんど同じような工程になっていますでもし見たい人はですねこちらの動画 QR コードついてますので是非見てください ではまず電極の作成の工程から始めます。基本的に4つですね工程があります。塗航インクを塗ると。そして渡航乾燥プレススリットを入れるとで。このスリット以降の過程は電解コンデンサの製作と変わらないと。でまず一番最初のですねこの渡航インクを塗ると。これはですね先ほど電極の材料で説明した活性体導電材バインダーですね。まあ、接着剤を 混混混ぜて、えー、混ぜ混ぜてにすすると溶媒を加えますでそしてですねこの「スラリー」このスラリーって何ですかって話なんですけどもちょっとですねあの説明がしにくいんですけどもドドロドロしている液体ですねペンキの缶を開けた時にもうすごいドロドロしているのが見たことある人が多いと思うんですけどもそれもです、ね、そのペンキの中に溶媒があってでそこにですね固形の粒子を細かく砕いたものを混ぜている。 そういったものがスラリーです。次にこのインクを作ったら、そのインクをですね、集電材料に塗っていくと。 でこの終電材料はエッチングされた厚みでもうすでに表面積をですねあの多くしてでしかも密着性を高めている状態ですそこに活性炭とかいろいろなものでできたインクを塗っていくとでその次はプレスといってローラーで,ですねまあ押していくまあそういった工程になります電極の厚さの調整であったりあとは密着性を高めたりするそういった役割ですねそしてプレスした後はスリットを入れると円筒ができているんですけども それをですね完成品の長さ円筒の長さがあるんですけどもそれにフィットするような長さに切り分けますこれで電極ができますで次にですね阻止を作っていくと電極をですねぐるぐる巻いていく今回は見解型の素子を作っていきますでまずはじめにリード端子付けですね 先ほど分解してもらったところ分かるかと思いますが一部だけインクが渡航されていない部分がありましたでそこにですね外に電極を引き出す用の端子をつけますでこれはですねかしめ付けですねこれ実物の写真なんですけどもここをさらに拡大していくと穴を開けてですねギュって感じでかしめられていますでその後は巻き取りですねセパレーター電極セパレーター電極そういうふうな形で重ねていきますでそしてですね最後は テープで留めると阻止ができたら次は組み立てていくわけですけども液中します電解液を染み込ませます 染み込まませることとなんですすけども岩芯と呼びますでその眼振はどうやってやるかなんですけども組み立てたですねこの素子をですね何百個も集めてそれをですね一気に減圧釜の中に入れますそしてですね中の隅々まで電解液を行き渡らせますこれはですねあの以前の工場見学の動画でもですねあの撮影しましたでそして次は組み立てカシメの工程ですねでこのアルミでできたケースがあるんですけどもこの中に素子を入れていくと 拡大しして撮影したものがありますこの部分にですね素子が入っているわけなんですけども素子が飛び出てこないようにですね少しだけですね絞っています上から見てみるとゴムの部分があってこれですね電解液が蒸発しないようになってます密閉していくわけなんですけどもこのですねこの縁の部分にですねローラーを当ててですねこういうふうにギュッて丸め込みますそれと一緒にですねこのゴムの縁の部分も 強くですね、ぎゅってかしめると、まあ、それで密閉ができます。はい、でそして最後ですね、まあ、仕上げ工程、スリーブ、定格電圧とか静電容量が書いてあるまあプラスチック線をですね、ものをかぶせますとで、そしてエイジングとまあ検査をやりますと、繰り返しになりますけども、AIC テックの工場見学に行ったときにですね、もう製造工程を見てきています。でこのスリット工程以降は、ほとんど同じ工程になります。 興味のある人はま是非見てくださいはいでようやくあの次のところに進めるわけですね次はですね実際にどういった特性をですね EDLC が持っているのか EDLC をどういったところに使うのかっていうのを話していきますとまずはですね応用先ですね産業向け移動体電子回路タイヤ値電子回路なんかはですねよく使われるところですね メモリー周りのバックアップ電源として EDLC が使われることがあります。 移動体産業向け再エネって書いてあるんですけどもこれはですね基本的に何かバックアップ電源として使ったりあとは負荷の平準化ですねもう再エネで風力発電があるんですけど発電の状況がですねあの時々刻々と変化していてあまりですねいい発電の仕方はしていないわけですねですので負荷を平準化するためにキャパシタに重放電するとそういった使い方がありますで産業向けけなんですけどもこれはです、ね 瞬停っていってまコンセントから来ているですね電圧が一瞬だけ低くなることがあるんですねまあそれをですね保証するための瞬停保証装置 車なんかによくですねバックアップ電源として使われることがありますステアバイワイヤーっていってですねステアリングをですね機械的なもので使わないで電線でですねその信号をやり取りして制御するってものがあるんですけどもそちらのですねバックアップ電源として使われていますでそれ以外にもですね ちょっとマニアックになるんですけどもこういった建設機械にも EDLC が使われていると応用先をですねちょっと説明する前にですね EDLC がどういった特性を持っているのかそれをですね説明した方がいいと思うのでまずはそちらから始めますちょっと休憩したんですけども 次はですね EDLC の重放電のカーブですね EDLC がどういうふうに動作するのかどういうふうに充電してどういうふうに放電するのかそういったところをですね話していきますキャパシタを使う時に非常に重要なんですけどもキャパシタの電圧は一定ではありませんどのくらいの電荷がたまっているかによってその電圧は変化します Q イコール Q がどのくらいの電荷がたまっているか電気量と言いますそして C は静電容量そして V はキャパシタの電圧だとどんどんですね最初低電流で充電していくと電圧がですね直線的に上昇していますそして電圧がです、ね、ある程度高くなったところで充電を止めるとこの状態でですねもうキャパシタはフルに充電されているとしましょう その時にですね静電容量とその充電された時の電圧分の電荷をそのキャパシタタは保持しているということになりますでその後ですね、えー、まあ例えば低電流で放電したとしましょうかここでですね電圧が少し下がっているんですけどもこれはですねキャパシタの内部抵抗による電圧効果です同じように低電流で放電していくと直線的に電圧が減少していきます 次に充電した部分の三角形をこちらに取り出しますこの横軸は使用した電気量っていう風に書き直した方が分かりやすいかもしれませんで実際にですねキャパシタが蓄えてるエネルギーというのはの面積で考えますつまり放電時にキャパシタから供給できるエネルギーというのは E=2 分の QV この三角形の面積になります Q イコール CV で置き直すと 1ⅡCV 次乗コンデンサーのエネルギーでよく見かける式になりますこの三角形をどうやって考えたらいいか充電された状態で何も電荷を使っていないとその電圧は変わりません少しですね電荷を使ったとしましょうそうすると当然ですが Q イコール CV に従って電圧は減りますその時の電圧というのはですねこの つまりキャパシタの動作点というのはこの直線上に従ってですね動きます。 ここで実際に使う時をですね少し考えてみたいと思います低電圧領域は動作点から外すこれはですねこの EDLC を回路に組み込んで使う時に必要になる考え方です電圧が低すぎるとですね EDLC を使うパワーエクトロニクス機器とか負荷がですねあのかなり使いにくくなってしまうとですので電圧が低い領域では使わないそういったことがよくありますそうした時に実際に使えるエネルギーはどうなるか 満充電された電圧からま低いところの電圧のエネルギーの差分になるわけですということは実際にはこの赤色で示した台形の面積分のエネルギーしか使えません理論的にはこういった重放電のカーブを描けるわけなんですけども実際にはもっと複雑な重放電カーブになります EDLC の透過回路の考え方なんですけどもこの表面上にたくさん活性炭があってそこへで,ですね微小なキャパシタを構成している そういういうな考え方もできます微小キャパシタの内部抵抗っていうのはそのキャパシタの位置によって違うわけですねなのでこのように充充電電さされれやすすいいいキキャャパパシシタタととにくうのが出てきますですので実際に EDLC に蓄えられてるエネルギーを低電流で測定する時があるんですけどもそういった時にですね思ったよりもエネルギーが蓄積されていない つまり c それはですねこの内部抵抗と微小キャパシタそれが理由ですですので EDLC を実際に製品に組み込む場合特に大電流で充放電する EDLC 製品の場合にはしっかりと EDLC の特性をですね測っておくことが非常に重要になります ちょっとよくある質問でリチウムイオン電池と EDLC の違いでリチウムイオン電池というのは基本的に化学反応を使うものです平坦な充放電の特性を持っていますある程度一定の電圧を保ちながら放電していくと終わりに近づいてくると電圧が急に ストンと落ちてくるる、まあ、こういった特性になるんですねキャパシタはどうなっているかでキャパシタは基本的に電荷を蓄積しているものですので放電していくとですね電圧がどん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 下がっていってしまうわけですねちょっと違うところがありましてリチウムイオン電池の場合はですね これ完全放電はできないんですねしてもいいんですけども寿命が著しく短くなると一方でキャパシタの場合は、えー、完全の放電して OK ですここら辺がですね大きな違いになります電池とキャパシタに蓄積されるエネルギーはこの面積です面積的には少し不利なわけなんですねですのでこういった電池とキャパシタの違いというのは放電の特性ですね 定格電圧エネルギー量がこの回路の設計であったり応用先にかなり大きく影響してくるとで次に EDLC パワー密度エネルギー密度ですね横軸がエネルギー密度 1kg に対してどれだけのエネルギーを持っているか縦軸は電力密度ですねどれだけのエネルギーを一気に放出できるかそういった指標になります EDLC はです、ね、ここら辺に ありますとこれデータシートとか見るとですね載っているんですけども3 0 k w ムエネルギー密度は 9kWh パーグラム内部抵抗はですね結構低めですねでそして比較のためにアルミ電解コンデンサーとリチウムイオン電池を持ってきましたアルミ電解コンデンサーはですね電圧がでかなり高いところまで取れますので電力密度は高いことになりますただ蓄積できる電荷量が EDLC と比べて少し少ないですのでエネルギー密度としては低くなってしまいますで次にリチウムイオン電池ですねまあ大体エネルギー密度としては2 7 7 w h ラムとかまあそんなところですかね参考文献がここにあります重放電令とかですね結構制限されることが多いです短時間にですね大電流を供給するっていうことがですねこの2つに比べて少し苦手になるわけですね このようにですね、エネルギーを蓄積するデバイスというくくりでは同じですけども、それぞれですね、みんな特性が違うと。で視聴者の方はですね、あのリチウムイオンバッテリーの代わりになりますか、EDLC はっていうふうに思った方もいるかと思いますけども、はい、なりませんと。これはなぜ使い方がですね、もう全く異なると、まあ、特性が違うわけですねで。エネルギー密度はリチウムイオンバッテリーの方が高いと。 だから電気自動車にも使われる、まあ、一方で EDLC の方はエネルギー密度が低いので一時的な電力のです、ね、吸収と放出と、まあ、そういったことにしか使われないと。EDLC はまあ割と安全性は高い方だと思います。まあ、大電電流の重放電ができると これはですねかなりナイスな特徴ですね短絡しても壊れないと寿命は短くなりますけど短絡しても壊れないリチウムイオンバッテリーはどうか重放電の冷凍は厳しく制限されていますとこの冷凍をですね超えて充電放電してしまうと、まあ、その寿命がですね、まあ、縮まってしまうしかもこれはですね完全放電ができないとで最後重放電のサイクルこれは寿命ですね EDLC は10の6乗オーダーで重放電ができると一方でリチウム リチウムイオンバッテリーはまあ大体10の3乗回くらいのオーダー1000回から3000回くらいがまあ寿命かなというふうに言われてますまあこういったですね特性が全く違うものですのでその代わりには使えないわけなんですねまあこれ逆も同じですね EDLC を使っているところにまリチウムイオンバッテリーを使おうとするとそれもまたですね回路設計であったりまあリチウムイオンバッテリーの個数がですね少し変わってきたりとかまそういったことになってしまうので ま代わりにはならならいとここまで特性をですねいろいろ解説したわけなんですけども実際 EDLC がどういったところに使われるのかその実例をですねお話しします応用例1「瞬定保証装置に EDLC が使われている」とでこちらはですね T マイク東芝三菱電機産業システム株式会社というところがですね 売っているとこの停の瞬何が問題かでここでですね、瞬停が起きると、電圧が一時的に低くなる、例えば工場とかを考えてみると、工場とかに使われている FA 装置とか、あとは自動検査装置の制御装置がリセットされてしまうと、何が起こるかというと、例えば仕掛け品の廃棄が落ちたり、あとはそのまあ生産ラインのですね、再立ち上げが。 起こ,るとこのですね春廷が起こるっていうのはですね年に数回くらいしか、まあ、実は起きないんですけども一度起きてしまうとこういうふうに被害が大きくなるとでここにですねちょっと小さく参考文献が書いてあるんですけどもこれは瞬時電圧成果によるルネサス川尻工場の生産影響についてっていう、ね、この春廷保証装置がですねエネルギー蓄積の部分に EDLC が使われているとどのくらいの瞬定をです、ね、保証できるか、EDLC を使った場合は1秒から数秒くらいで、リチウムイオンバッテリーや鉛の蓄電池を使った場合は10秒から数分くらい、長い間瞬停が続いてしまう、まあ、そういったこともあります。でさらにです、ねまあ、ここに書いてある保証時間より長時間の瞬定が起こった場合は、まあ、諦めるか、 非常用の発電機を動かすかまあそういったことになりますね実際に瞬停保証装置がどういうふうに動作しているか通常時はですねここのブレーカーが閉じていて受電しているところからまあ負荷に電力が供給されているとこの瞬停が起こった瞬間にですねえその瞬停を検出するわけですね大体1ミリ秒から4ミリ秒くらいで切り替えが起きると ですので、この旬停の期間というのは非常に短く進むですので、工場とかにある制御装置がですね止まらずに運転継続ができるようになるとこの期間は旬停保証装置から電力を供給しているわけなんですけどもこの EDLC 版にですね蓄えられた電力をですねこの変換器と変圧器を通して負荷に供給してあげる。 これがエネルギーの流れになりますエネルギーを供給できる期間がこの保証時間になりますとちなみにこの T マイクもですね資料からもらってきたんですけどもこの EDLC 版の重さ結構重いですね5メガワットで14トンこういうふうに瞬底保証装置に EDLC が使われているという応用例ですちなみにこれは T マイク版といいます次の応用例ですね これは建設機械に EDLC を使っている例ですね小松製作所というところがショベルを出しているんですけどもこれはハイブリッドショベルで従来のショベルはどうなっていたかエンジンに油圧ポンプがつないでいて油圧ポンプをですね回すわけですね上部旋回体と下部走行体をつないでいる油圧モーターを回したりキャタピラーの部分ですねに使っている油圧モーターを回して走ると。 油圧のシリンダーがあるんですけどもそこにですね圧力を供給してショベルをですねこういうふうに動かしてあげると、まあ、全てエンジンがになっていたわけですでハイブリッドになるとどうなるかエンジンがあるんですけども油圧ポンププラス発電機をくっつけてあげると油圧モーターと油圧シリンダーこれはですね従来から変わっていないとで何が変わったかっていうとですね発電機がついていてそこにインバータ EDLC であとは電気モーターがついていると上部旋回体と下部走行体をつないでですね上部旋回体がぐるぐる回る、うん、その部分に電気モーターを使っているわけです。 例えば上部旋回体を回す時従来でしたらエンジンがですねそれを全て負担していたわけなんですけども上部旋回体を回す時は EDLC に蓄えられたエネルギーをインバーターを経由して電気モーターを回すわけですねそうしますとエンジンの負担が少し軽くなると逆に上部旋回体をですね回していって今度止める時ですねどうなるかこの電気モーターが回生動作をするわけですねつまり発電してそのエネルギーというのを EDLC c に蓄積したり、インバーターがですね。発電機をですね。逆にモーターとして回してですね。エンジンをですね。少しサポートするそういった動作ができるわけです。他にも edlc に蓄えられたエネルギーをインバーターを介して発電機を回す。そしてエンジンの加速時の動きをサポートする。そういった動きもできます。 で何がいいかハイブリッド燃費が20%低減するこれはですね小松の資料で書いてありました EDLC のですね特性エネルギー密度は少ないんですけども電力密度が高いので瞬時に充放電が可能であるまあそういった特性を検察機械にうまく使っているわけですちなみにですねこれちょっと面白いんですけども小松製作所は検察機械メーカーなんですけども このハイブリッドショベルに使うための EDLC を内製していると。実は。で、これ最後ですね。主要メーカーですね。他の主要メーカーがあったらですね、ぜひコメント欄に必ず書いてください。で、横軸はですね、こちら対数ですので、ちょっとそこだけ注意が必要ですね。縦軸に意味はないです。こちらのメーカーというのは非常に有名だと思います。イートン。 ニチコン、京セラ AVX、日本ケミコン、そしてマックスウェルと。大体いいですね、静電容量としては1ファラットから3500ファラットくらいの EDLC を作っている会社ですね。改正用であったり、ハイパワー用と、まあ、移動体産業用、再エネ分野とか、結構大きめのですね、EDLC を作っていると。まあ、あとは、中国のメーカーであったり、まあ、そういったところもありますと。 エルナー・ケメット・トーキンこれはですね割と電子回路向けに使われるようなちょっと小さめの EDLC を作っているところですエルナーはえ親会社は太陽誘電ですねトーキンはですね昔 NEC トーキンとか言われていましたけどもえ今はですね台湾のヤゲオのえ子会社になってますと TDK ですねセイコーインスするこれはですねウェアラブルとかあとは IoT のまあそういったところに使われるですね割と小さい 小型の EDLC を作っている会社になりますパナソニックはモジュールの販売だけ村田製作所は前は作ってたんですけど今は生産中止というふうになってますでもう一応ですねあの他の主要メーカーがあったらコメント欄にとい最後 EDLC の形状です まあボタン電池型あとは積層型円筒型右に行くほどですね、まあ、ハイパワー静電容量が大きくなる、まあ、そういったことになりますそしてさらにモジュールのやつがありますけども EDLC 電圧が 2.7V と非常に低いので いくつかですね、直列接続にしてモジュールを作ります。ちなみにですね、実際に使う場合はですね、T マイクの例なんですけども、EDLC があるんですけども、セルをですね、100個、200個、まあ、300個ぐらいですね、直列接続にしてモジュールを作っていると。直列接続にしたモジュールをですね、さらに並列接続していって、EDLC のモジュールを構成しているわけです。 というわけで,で EDLC をまあ長く説明してきたわけなんですけども次はですね実際に EDLC を自作してみたいと思いますどうぞここまで来たので次は実際に EDLC を作ってみます 有機溶媒は用意できなかったので今回は水溶液系の EDLC を作りますですので電圧は低めです必要なものはアルミこれは集電材料ですそして半紙これはですねセパレーターとして使いますで溶媒として水を使ってそして溶質には塩ですね NACL を使います活性炭の材料としてはそこら辺で適当に売っていた活性炭を使ってバインダーとしては今回は洗濯のりを使います 最初です、ね、活性炭を砕きますこの活性炭はですねかなり細かく砕きます粗く砕きますとダマになるのでこんな感じにですねかなり細かく砕きました次は電解液作りですねイオンを供給するためにですね塩を使います塩の濃さなんですけどもあとで洗濯のりをバインダーとして使うので飽和食塩水でやります 活性炭 1g それに対して食塩水を大体 8g くらい入れます洗濯のりも同じ重さくらい入れますそうしますとまあこんな感じの活性炭の汁ができるわけです 今回は電解液である食塩水と活性炭そしてバインダーである洗濯の量を全部一緒に混ぜてしまいましたが本当であれば電解液はですね集電材料のアルミに塗った後に別々で含浸させるものですが今回は全て混ぜてしまいます全て混ぜ合わさった後のものの粘度はこんな感じです結構トロトロしてますね少し厚めのアルミ箔をこんな形に切りますそこに先ほど調整しました電解液と活性炭の汁をのせます そこにセパレーターとして使う半紙を載せますでもう一つのこの電極もですねこういうふうに重ねてしまいますこれで EDLC の完成ですこのできたものをですね大体 1V くらいの電圧で充電します今回水溶液系の電解液を使ったので電圧をですね高くしすぎると水が電気分解してしまいます 充電が終わると大体ですね 0.7V とかそこらで充電できているとまあうまくいってるんじゃないですかねこんな感じでセルをですね4つ作って直列接続にしました電圧はですねどのくらい出ているかというとはいまあ 2.3V4V くらい出ているかなといったところですここに LED をつなぐと光るかを試しますはい光りましたねちょっとかなり光がね弱いんですけど見えますかこんな感じで 今回電圧がですねそこまで出てないので光としてはあまり明るくはないですね暗くすると分かりやすいんですけども結構か弱く光っていますさすが EDLC といったところでしょうかかなり長い間光り続けていますちなみに抵抗は2 2 0ムこんな感じで非常に粗末ではありますけども水系の電解液を使った EDLC を自作できるというそんなトピックです こんなわけで,ですね、まあ、EDLC についていろいろ話してきたわけですけども今日のスポンサーのの紹介ですどうぞえ皆さんご存知 DigiKey は電子部品のディストリビューターで部品を購入できるわけですが今日はそのサポートページがリニューアルされましたのでその紹介になります DigiKey はこれからも何かあった時にサポートを大切にしていきたいということでこのサポートページでは従来ではできなかったサポートの検索ができるようになっています つまり探している情報を早く見つけるとそれ以外にもこのサポートページから今までの注文内容やあとはトラッキング自分が注文したものがどこにあるかとかそういったことも確認できますビルオブマテリアルや見積もりもこのページから作成できるようになりました 次ですディジキーとのコラボ企画で T シャツのプレゼント企画をやりましたがそれのお礼ですかなり多くの人に応募してもらったということでディジキーとしてはかなり大満足この場を借りてディジキーの担当者の人あのデジキー公式チャンネルの動画の最後に出てる山下さんという方なんですけどもその山下さんがお礼をしたいということでしたこの動画を公開している時にはおそらく皆さんのもとに届いていることだと思います ちなみにですね、今回の動画が評判良ければですね、あの次回以降もま同じようなタイプで動画を作っていこうと思うんですけども、もし話すとしたらですね、この順番でやろうかと思います。まず一つ目は電動機ですね。これをやろうと思います。であとはパワー半導体と、まあ、パワーエレクトロニクスとか、まあ、そういったところですね。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中詳しくは概要欄から。